はいえー、それでは12月21日の3問に入ります不法行為が A と B の過失による共同不法行為で C に損害を与えた場合 A と B の過失の割合が3対7の時でも C は A に対して損害の全額について賠償を請求することができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、その全額について共同不法行為者はそれぞれ連帯して賠償責任を負います。つまり、被害者 C っていうのは、 A に対しても B に対しても全額賠償請求できるんですね。まあ、これは連帯債務の基本事項なので、まあ、解けるようにしておきましょう。そしてこの解説を聞いて、あれちょっと疑問に思った方もいると思うんですよ。その疑問についてはすいません、個別指導で解説する流れになりますので、その点ご了承いただければと思います。で、問いにですね。 宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅大なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。○か×かという問題です。答えは丸ですね。本籍を変更した場合っていうのは、変更の登録申請が必要になってきます。この取引士の本籍は、取引士資格登録簿の搭載事項なんですね。なので変更があったら、遅大なく変更の登録申請をしなければならないと。 ということですで資格登録後の内容については、えー、こちら3つですねこれ覚えておきましょう、えー、住所氏名と本籍と勤務先の宅建業者の、まあ、称号だったり名称ですね、まあ、こういったところはちゃんと頭に入れておいてくださいそして個別指導ではさらに関連ポイントもお伝えをして理解学習を実践できるようにしています来年の宅建合格を目指している方は私と一緒に勉強しましょうで問いさんですね 相続により農地を取得する場合農地法3条1項の許可を要しないが相続人に該当しない者に対する特定依存により農地を取得する場合も同項の許可を受ける必要はない○丸か×かという問題です答えはこれ×ですね前半部分は正しいんですけど後半部分が誤りです相続とか包括依存相続人に対する特定依存これによって農地を取得する場合っていうのは3条許可不要です 一方で、今回の問題は、相続人以外のものへの特定依存なんですね。これは、例外ではなくて、原則通り参上許可が必要になってきます。この上記っていうのは、これ例外なんですね。一方で、相続人以外のものへの特定依存っていうのは、例外に該当しないため、原則通り参上許可が必要だということになります。で、このあたりも理解してほしい部分なんですね。なので、個別指導では細かく解説いたします。 しっかり理解学習を実践できれば実力上がりますので、理解学習を実践していきましょう。そしてもし今年勉強して今年の試験、えー、受からなかったっていう方は、理解学習ができていない可能性があります。なので、この動画が終わった後に別途動画をご用意させていただいておりますので、そちらご確認いただければと思います。こちらの真ん中にその動画の画像を貼っておきますので、こちらクリックしていただければ、その動画をご覧いただけます。来年の合格目指して頑張っていきましょう。